はい、どうも、ダークネスローズです。えっと、今日も日付が変わりましたっていう感じで。<laughs> えっと、何日あっけ今日、えー、?9 月19日。<laughs> まあもう日曜やね。うんまあ、日曜はね、前々から言ってるけど、日曜って俺何もないよね。やることが <laughs>、基本的に。 あの休みだからっていうのもあるんやけど休みって別に他の日でもさ休みの時はあるんやけどあの休みだったとしてもみたいなとこあるんやけど日曜ってな,なんか、うん、昔からさ学生の頃から日曜ってなんか微妙なんよなどういうあのまあ今もちろんそうやと思うけど俺らの当時からもう土曜も休みやんか言った学生の時はね。でまああの 一般企業っていうかサラリーマンとかでもまあ土日休みやんか。ってなると、うん、土曜は嬉しいんやけど、日曜ってもうね、なんか消化試合的な感じがあるんよね。もう休みとしてもさ、もうなんか、もう次の日がもう間近に待ちすぎてさ、月曜が。だから日曜ってあんまり好きじゃないんや。 まああのー、消費とかもさ、あのー、お店とかもさその売り上げが下がったりするやん日曜なんてあんまりまあ俺もそのそ小売業的な仕事、まあ、コンビニとかねで働いてたことあるけど日曜ってまあ暇やからね <laughs> まあ一般的にそうやん日曜土曜は忙しかったりするけど日曜って絶対暇ないよね、うん、まあそれはやっぱりそうなるよねっていうその金を使うっていうこともそうやけどな何かをしようとか 行行動しようううととかか遊びににこうとかっていい気なならないもんねだるいから <laughs>。土曜はさまだ明日日曜があるからって思うからそうやってなんか遊びに行ったりとかするけど日曜にもうなってもうたらもう今日が終わったら明日からまた1週間始まるって思ったらだるいもんね。だからまあそれは消費も鈍くはなるやなと思うけどね。うん まあねあの癒されたいって書いてるけどななんなんやろうねあのこの前もラジオ動画でだる,だるいって書いたと思うけどなんかねすごい気だるいんよね <laughs> あのまあね理由はいくつかあってまあこれしょうもない自分あの個人的な話やからこれ聞いた人がどう思うかって全くしょうもないと思うけど まあまあまあわざわざ俺のラジオ動画を見てくれる既得な人だったら <laughs> 聞いてくれるかなって思うけどまあねえっ、ー、とねまず微妙に残暑が戻ってきてるというかあのー、昨日まではさまあ天気まあ今日も天気悪いけどあのー、台風が来てたやんかで実際大した被害もなくてこっちの方はねまあ,あの場所によっては被害が出てるみたいやけど あの日本の真上バーっと通っていってるから多少なり被害は出てるみたいやけどこっちの方はほぼ被害もなくてまあ雨が降ったぐらいのことなんよ風が強いっていう印象さえなかったレベルなんよ。なんやけどあの台風が近く通った後ってあの気温上がるんよね暑くなるんよこれまあ昔からそうよまあイメージ的にもう俺もその染みついてるからその感覚が。 絶対暑いやろなって、まあ、あの5月とか6月とかでも、まあ、あの早い時来るやんかああいう時でもその週周囲というかまあその去った後とか、まあ、来る前とかめっちゃ暑いんよねで実際今日の昼間とかでも久しぶりに何も30度ゴリゴリあったりとかも暑かったからでしかも別に日が照ってるわけじゃないんよだからその湿気とかもあるからジメジメもしてるやん。 ジメジメしててプラス暑いよねで今までってじめじめはずっとしてるよ天気悪いからやけどその暑そんなに気温高くないからまあ言うて涼しいよねっていう感じだったんやけど今日ちょっと普通に暑いやん今日っていうか、ね、厳密に言うと昨日もそうなんよ昨日もちょっと暑かったよだからうんそのせいのだるさもあるしまああとそのさっきも言ったけどずっと その湿気が強くてジメジメしてるからだるいっていうのもある天気が悪いからだるいっていうのもあるその雨とかでさその気圧の関係とかで頭痛くなるっていうのもある、うん、あとまあ結構えっ、ー、と先週とか動き回ったりして疲れてたっていうのもまああるんかな、うん、まあ逆に言うと 今週,まあ、今週っていうか、まあ、まだ言うて日曜や,日曜やから、まあ、これからなんやけど今週は <laughs> あのー、今週特に何もないんよねそんなに予定というかまあ普通に仕事とかそんなんはある仕事っていうかその日常の動きはもちろんあるけどその特別にどこどこ行って動き回って何々何か買いに行くからちょっと普段と違うところに行くよとかってそういうことは全くないんよ。 先週はあったからねめっちゃうろうろしてたからね <laughs> なんやかんやうんこんな動き回ってこの何月の半ばやんか言ったら先週なんてまあ今もそうやけど月の半ばぐらいの時期にこんなになんかあちこち動き回ってうろうろしてどこ行ってそこ行ってみたいなのって久しぶりやなって思うぐらい動き回ってん昼間とかでもまあ あのー、真夏と違ってさ昼間に動いてもさそんなに、あのー、だるくないから、あのーね、あの7月8月なんてさ昼間なんて動こうもんならさもう汗だくになってさどうもならんくなるけど今ぐらいやったらさそんなに暑くないしまあその日は雨も降ってなかったからんからまあそういう意味では動き回れたっていうのもあるんやけどうんまあでももうそれも平常通りにね今週から戻るんで。 まあ次はまた月末やね。えっとね、9月の終わり。まあ9月の終わりにもなったらさ、さすがにだいぶ涼しくなると思うよね。当たり前のことやけど。なんかもう、あの、寒がりの人にはさ、もう寒いって言い出すぐらいの時期んなんだ普通に。うん。まあだって10月ってなったらさ、 結構なんかあのー、分かりやすく分かれるよね。もうあのめっちゃ厚着する人出てくるもんね。あのいやお前お前もう真冬なんかっていうぐらいのさ格好してるやつおるもんな。びっくりするもんな。うーんまあやからそういうあのいわゆる季節の変わり目的な感じやから余計だるいんかなっていうのもあるけどね。うんまあなんか あの9月病っていうう表現使うこともあるよね俺もこの間 YouTube のコメント欄に自分にまあ最初の固定コメントみたいなやつポンとあげるんやけど毎回ねそれの時に「9月病です」みたいなこと書いたんやけど9月病って何なん,なんやろねでも多分その夏休み明けのだるさみたいなことなんやろうねまあとまあ盆休みとかのまあ夏ってまあなんやかんやその休暇があるから。 そのまあもちろんその学生とかはもちろん夏休みあるしあの大人でもささっきも言ったけど長い盆休みが俺もそうやったしなんかそのでかい工場で働いてる時なんかさあの10日ぐらい休みやったし、まあ、そんなんやったらもうほぼ夏休みと一緒やしな。んでしかも今も、えー、と9月もさあのシルバーウィークがあるでしょ。 あの5月病っていう言葉があるけど5月病もさほらゴールデンウィークがあってそのあとぐらいになるやんか言ったら9月もシルバーウィークがあるよねでシルバーウィークって今やんか今っていうかまあ今週やんかあの連休があるのはねだからうんまあだるくなるのもねわかるまあ俺シルバーウィークはまあ関係ないけどまあそんな感じでえっとまあ えーと余談でベラベラとその愚痴を喋ったんやけどまあそれとまあついでにその本題というか言いたいことを言うとするばするば <laughs> 神々やな <laughs> あのゆっくりのえーと東方議大教の第7話をえーと昨,日昨日の昼ぐらいにアップしましたはいえーと予告通りね土日にアップするって言ってた予告通り土曜のもう早々にアップしたんで 下手しもうこの日曜今日がさっきも言ったけど何もないんでもしかしたらまあ,あのアップまではできないと思うけど一応その冒頭の部分の制作を始めようかなと第8話のとは思ってるんでまあちょっとまだストーリーとかも全然考えてないからまあ今後これからの話なんやけどまあ多分暇なんでやろうと思います。 えーとあとあの150人記念のやつねあれ, <laughs> あれ意外と伸びてるね <laughs> あの第7話より伸びてるぐらいの勢いやねただピカチュウが踊ってるだけの中であのロズくんとねあのレイムちゃんたちが喋ってるだけなんやけどねまあちょっとレイムブラックがね意外と人気あるんかなっていうのはね,ね黒レイムがねそんな感じでまあ第8話の方もまあゆっくりの方もねあの楽しんでくれてる方はありがとうございますっていう感じで はいダグネスローズでした。ちょっと長くなりすぎたかな <laughs>。はい。バーイ。